いらっしゃいませ。こんにちは。ようこそ、ひなやまる会においでいただきました。お名前とご住所、それからお電話番号、あとご質問の方のご回答をお願いいたします。奥の方から源泉が流れてきています。69度ございまして、源泉がですね、前にどうぞ。こんな感じ。ミラガイも撮ってるけど。あ、こっちの方がやっぱり来ますね。みんな。ワンちゃんなんて名前？ホリー。ホリー。ホリー。果物屋さんが作ってるジャムで、通販とかほとんどしてなくて、もうここでしか買えないジャムっていうの。で、結構ここのお店の前が可愛いので、みんなここで記念写真を撮るんですよ。そう、集合写真みたいな感じでですね。10年前に最初このリンゴとイチゴしかなかったんですよ。最高マックスで40ぐらい作りました。40種類、うん、ブロッコリーも作りました。あとゴーヤ、ちょい苦なんですけど、結構リピーターもいて、うん、好きな人は好きで撮るのが流行りだしてます。毎回みんなこの看板の前で撮るっていうのが結構流行りになって、こんな感じで。もともとは焼酎蔵だったところを開催して、去年ちょうど1年前にクラフトビールを始められています。ゆらもさんの子はうちにあるのがこのゴールデンエールの生と、あとはこちらとこちらの瓶を、はい、ちゃんと仕入れてますので。今食い始めたんじゃない？はい。そうそう。この裏かぶ。おお、はいはいはい。つたつたつた。
食べよう、ね、悪くないね、食べよう、釣り始めた、うん、今度はベラですね。ベラちゃんです。大きいね。大きい。カモ漁をやってる時のおとりのカモですね。見て。これはね、大きいから、大きいから。コブダイ、タイ、ヒラメ、イサキ、アコ。赤旗、平政、平政、あ、平政、今日釣ってきた。こんなふうに。で、うち全部皮付きなんですよね、お刺身が。湯を通したり、一手間かけてます。今日特選素材、昆布鯛ね、これ珍しい昆布鯛。もう一日ちょっと寝せたんですよね、ちょっとこんな感じの身なんですけど、皮にここゼラチンがあって美味しいんですよ。うちの魚結構弾力あるんで、基本薄めに。イサキがね、美味しいです。油が乗って、もう身が。さっきはちょい厚めに。これも赤旗釣った魚です。昨日。これも美味しい。あ、これちょっと似てるけど、ちょっと食感また違うかな。6種類になっちゃうんですね。釣ってくる分と買ってくる分があるもんで。でもタイですけど、タイも今旬で美味しいです。でこれカンパチの大トロ、カンパチの大トロ、15キロのカンパチ。結構透き通った感じで綺麗ですね。綺麗ですね。一日寝せたんで、綺麗。一日目ちょっとゴリゴリすぎるんで、思わず釣っちゃったんで、平政を。平政。はい。これはさっきのとこで走ってた時に、柏の葉っぱがあったんで、そうそう、走りながらあったと思って。こんな感じ。息の近海で取れたマグロなんですけど、カマのとかも取るんです。もう残ってない、美味しい。けどカマ美味しいっすよ。カマトロ。カマトロ。品数がね、今日はこの時期はね、豊富なんですよ。これイサキの白子なんです。今日今しかない。今の時期大丈夫です。やっぱり。タイのマコと。マコ？マコです。卵。大体もうこんな感じ。完成です。
入ってる？めっちゃ欲しいのある。わー、これ理想的なウニ。でこちらがですね、梅酒なんですけど、うちの自家製の梅酒で畑で採れた無農薬の南高梅、そちらを壱岐は麦焼酎発祥の地なんですね。その麦焼酎で漬けた自家製の梅酒でございます。鮮度がいいお魚なのと、皮と身の間が食感と旨味が詰まってますので、皮を残した形でお作りしています。前菜のこちらチーズ豆腐はチーズクリームソースを本くずの粉で固めた和洋折衷の甘めの前菜です。このままでお召し上がりください。そして壱岐の糸もずくです。ではぜひお召し上がりください。壱岐の旬のお野菜を使いましたお野菜サラダとなります。食べられるお花、エディブルフラワーです。ナスタチウムですね。と壱岐はアスパラ、イチゴ、メロンがこう力を入れて育ててる野菜なんですけども、あとこのスナップエンドウ、うちの畑でできた無農薬でできてる。簡単にごま油とお塩と柑橘だけでお味付けしてます。こちらですね、ヒラマサの鎌の燻製になります。燻製には桜チップを使用しております。こちらもお酒が進む一品で、先ほど召し上がっていただいたケンサキイカのゲソの唐揚げですね。こちらに岩塩も添えてますので、お好みでどうぞ。イカつながりで今日のお煮物です。ホイカの柔らか煮ですね。掘りたてのタケノコも添えてございます。アワビソテーになります。こちらの下の肝ソースをしっかりとつけてお召し上がりください。そしてこちらの海藻はですね、保護といいまして、旬の海藻になります。ちょっとプチプチとした食感なんですね。こちらが箸休めの一品でございます。アコヤ貝、真珠の貝の貝柱ですね。そちらを少し焼いて、自家製の山椒、山椒の酢味噌を添えてございます。主人が毎日売ってる10割のそばでございます。9割ですので、早めにぜひ伸びる前にお召し上がりください。こちらですね、サザエのつぼ焼きとヒラマサのかす漬けでございます。次はこちら豆乳蒸しでございます。卵白と豆乳を蒸し上げて、上にあんをかけてる一品でございます。こちらがですね、当時の方からワイングラスで出してくださいって言われているので、横山五州でございます。どうぞ。少しフルーティーな香りと味が特徴になってます。ご飯と、はい、タイの塩汁です。自家製の漬物です。こちらですね、自家製プリンでございます。卵がうちで飼ってる、平飼いしてる鶏の卵を使ってます。
てたら、こっちではミナと言いますね。こうして向くんですね。これを食べるんです。失礼いたします。牛乳温めておりますのでお気をつけくださいませ。ご飯の方お願いしてよろしいでしょうか。こちら無農薬で育てておりますお野菜でございます。上に乗ってますのが人参、きゅうり、お豆さんに、新玉ねぎ、ラディッシュでございます。周りは葉物野菜でございまして、ここに乗っております小さい葉っぱなんですけど、甘味料の一種でステビアと言いまして、砂糖より甘いって言われてるんですね、はい、だから最初何もつけないで少し食べてみて甘みを感じていただければなと思います。こちら壱岐のお豆腐で壱州豆腐と言います。普通のお豆腐よりは少し固めにできております。こちらで好きな大きさに切っていただきまして、こちらで刺していただいて、こちらの器 でお醤油、かつお節、こちらに柚子といって柚子の皮を煮込んだものですね。それをちょっとつけて食べれたら風味があって美味しいかなと思います。卵かけご飯はこちらの燻製醤油をお使いください。でまた平山で採れました梅を梅干しにしておりますので、もしよければお召し上がりくださいませ。こちらお味噌汁でございます。すいません、こちらに置かさせていただきます。こちらお魚、アジの開きでございます。今焼き上がっておりますので、温かいうちにお召し上がりいただければと思います。デザートのカスピカイヨーグルトでございます。中に入ってますのは平山で作りましたマーマレードでございます。平山の蜂蜜をたっぷり使って作っております。こちらに、
これそば粉 100% そば粉、北海道のそば粉10年ぐらいこの粉ばっかり使ってる。そば同士がくっつきたがるんですよ。ただもうくくりって言っても固めます。もうこれ水ちゃんと回ってたらもう中の今度はエアを抜いていく楽な作業。ここから伸ばしていきます。こっちが鳥で、こっちが大間さんです。賞味期限切れの野菜とかスーパーが売れなくなったものっていうのを外に出してるんですよね。それを大間さん用にもらってます。全部こうやって出しておいてもらって、うちが大間さんとか取りにあげてます。あの孫もね、この藁と一緒に畑のところを持って行って食べとってから完熟させて、この子たちが産んでる最中です。あの子が今産んだと思うな。産み終わって出かけた。産み終わった、うん、今の子産み終わったから出てきたの。どっちあるよね。餌だよ。これが卵かけご飯とかに使ってます。はい、はい、野菜も好きだし、うん、あの旅館で揚げてたものにあの麦とかお米とかを混ぜて、小米、古い米を混ぜて揚げたりしてます。じゃあその時にまた来ようか。
ビアココですね。シビアココ。紅白の、ラディッシュです。日本ミツバチです。ウニの殻を叩き割ってるのがこれですね。乾燥させないと割れないので、割って、これみたいな感じで木の周りでミネラル豊富な家と。こんな感じで結構今年は実のなりが良さそうですね。こんな鈴なりになってます。それ以外だと2つ畑があって、さらにビニールハウスが1つあるので、梅干し、梅酒、梅ジャム、カリカリ梅、梅シロップ、梅酵素、それ作りきってもまだ余るぐらいあります、ね。まあ、あとは販売用に無農薬の梅ということで積み立ての梅を販売したり、あと焼酎会社さんに使ってもらうために販売したりはしてますね。ナスタチウムですね。食べられるお花で、でこれはビーツですね。赤いサラダにも出てたと思います。またですね、近年間食べられるお花ですね。これブルーベリーよね。ああ、そうそうそう、見えろ、蜂がほらほら、もうここまで来ちょろがこう。蜜がいっぱい溜まったら重たくてね、なんか持つ、持つのも、一番上から蜜が溜まっちゃうとか。へー、下の方に子供たちが。そうそうそう、あんまり綺麗じゃないからあれかもしれないですけど、梅干しの、いろいろですね、梅のシロップとか梅が貯蔵されています。今日は欧州だから少し広い、広くまで参道が。浮島は別名雨の一つ柱と言われていて、天上界と地上界を神様が行ったり来たりするためのルートが壱岐の島からこう出てると。島全体が御神体ということから、この島が神様が行ったり来たりするルートであったんじゃないかと言われてます。お客さん釣ってきてさ、あ、釣り晩ご飯で食べる。これ一人で。玉頭。天皇献上品です。これこう並べてこう天皇に献上するして。お、これはまた違う。これカサゴの色違い。
張ってきてる油の膜がお腹に。これ美味しいっすよ。要は油乗ってる。硬いので先にかけて、ちょっと皮の食感は残して、コリッとした食感は残すぐらいじゃないかな。さっとかけてるけどタイ柔らかいんですぐ取っちゃうんです。いや、こんな感じで、広くお刺身使いたいんで、これ残したいです。でこっちにきれいに残したいんですよ。この油の乗った白皮を滑らかなね舌触りに。こんな感じ今日の晩ご飯。これ、その昨夜のお客様の残りの残飯です。タンパク質の、餌やると卵よう産みますね、これすごい長細いですね。これ2つ入ってるかもしれないね。双子かもしれない。今夜ですね、常連のお客さんがね、おいでになったでしょ。その人たちね、その私の隠れ家みたいなとこで焼き鳥はね、例えばジビエの鴨とかキジバトとか食べさせてあげるようにしてるんですよ。その時にあなたも入っておけ。あ、ありがとうございます。
下がってきた時にここに入れるので、はい、これは多分昼とあの朝のサラダの下準備をしてこれが出てるんだと思うんですよね。あと高田さん、これお馬さんですよね。お馬さん、これがワンコちゃん、それがホリーって、ホリー、あのワンちゃんちゃんとホリーって書いてあります。私が書きました、ホリー。野菜が馬なんですよ。お魚とかも入ってるのが鳥なんです。馬、はい、鳥、はい、犬です。その3種類。3種類、はい、わかりました、はい。味噌と仙台味噌みたいな、ちょっと茶系の味噌。これナスタチウムって食べられるお花なの？すだちでしょ？すだちだけ。玉頭。
朝打ったそばのそば茶話しながら蓋します。キジバト、これは小鴨、これは油が乗ってこれ私が網で取ったやつ。餌を撒いてね、はい、鴨を寄せて取るわけですよ、網で。だからもういっぱい腹いっぱい食べさせておけね、こんな声と。今日これで解体は終わり、分かったでしょうか、隠れ家中のがここだったんですねもうちょっと離れたところだと思う、ここだったんですね。小鴨の皮、うん、ほんで湯谷さん焦げるわけよはい、はい、食べて。
る。ね、キノコ。これ。タレが入っております。これが鶏を。はい、そうです。鶏とかですね。はい、お野菜は馬とか、あの、餌になりますので。はい。ミノコですね。はい。これオス、黒いでしょ、ピンクメス、黒オス。ゴールラビ。よし、行きましょう。こんな感じですね。これあのミックスレタスの中に入ってるんですよね。それを移植しました。甘くて美味しいですよ。またこれはですね。黄色と赤のパプリカです。ズッキーニが今もうちょっとなんですよね。これちょっとどうかなってますね。すごいですね。ね、これはピーマン、ナスですね。ゴーヤです。赤と黄色ですね。パプリカでこれがピーマン。はい、これが馬のバラを持ってきて、ここでずっと放置することで熟成させていくんですね。1年以上熟成させないと再生しない。立花さんに持っていきます。ありがとうございます。あれが狼岩。